入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナミズムの吉野です。マナミズムの矢田です。どうも。ですね、はい、今回のご質問なんですけれども、はい、カンカン同率志願者、まあ、カンカン同率を目指す人たちですよね、はい、というのはですね、まあ、いろんな模試ありますけど、その中でどの模試を受けるべきかと、うんうん、受けるべきですかというご質問なんですけれども、はい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 、いろいろ悩むところではありますよね。そうですね。もうよくあの毎年のごとく聞かれる質問で、これは確かにみんな、悩んでる問題じゃないかなと思うんですが、うんうん、絶対に受けた方がいい模試としては、はい、もう絶対にカンカン独立模試です。はい、はい、これはエール予備校さんがね、うん、メインとなってやっていて、いや実はね2015年ですね、今年2015年なんですけど、これ撮影してるのが、はい、2015年からは実はそのマナビズムも、そこの、まあ、制作であったり、うん、まあ、どういうふうに運用していくかっていうのにも、携わって、はい、いってですね、解説等の動画も作ろうかみたいな話も出てるぐらい間間で言ってるんですけども、はい、まあマナリズムが始まった、当初からずっとお世話になってる模試なんですけど、カンカン同率模試というのがあるので、それはもう絶対に受けた方がいいです。間違いないですよね、はい、カンカン同率目指してる子が受けるわけですね。そうですね、年に2回ね、まあ、2015年現在では年に2回ありますから、はい、これはもう間違いなく受けておくべきですね。そうですね、あとはね自宅受験とかもできます。基本的にカンカン同率の2015だったら、はい、何同志社と感覚が2015の6月段階では、うん、感覚と同志社で、うん、受験できますしけど、去年だったら関大と同志社でしたし、うん、その場所でしか受験できなかったんですけど、今年は関予備ね、関予備っていう、まあ、カンカン同率専門在宅予備校っていう、うん、まあ、これもマナビズムのエールがタッグを組んでやってる、うん、在宅予備校なんですけど、はい、まあ、その子たちにも受けてもらえるように自宅受験ができるようになった模試なんで、全国どこからでも受けれますんで、それは絶対年2回はね、受けといた方がいいと思います。間違いですね。はい、判定もね、これめちゃくちゃ正確です。はい、多分これね、河合、言っちゃっていいのかな、河合模試、ヨゼミの模試、東進の模試、まあ、全部いいところあるんですけど、カンカン同率志望者がベックになるのは、マーク式じゃないですか、本試って、次第の本試ってマーク式なんですよ。でマーク式だから、マーク式の、模試を受けるとセンター試験の模試になるんですね。うん、そうなんですよね。そう、だからそれは、特化してないわけですよ。だってセンター模試とかって結局国公立志望の子がセンターの対策してたら点数取れるもんだから、次第でセンターの対策してない勉強をずっとだってしてる中で、センター模試は基本的にそこまで点数上がらなくていいんですよね。もちろんちゃんとやるべきことをやってたら普通して点数上がっていくんですけど、そんなに、いい判定が連続するからって気にすることではないんです、これ。でそれを例えば何ていうんですかね、変にセンターマーク模試を受けてしまって、うん、いい判定やから私無理なんじゃないか、僕無理なんじゃないかと思って諦めるのは良くないので、もちろんね、記述模試なんて別に受けなくていいですよ。記述模試なんて受けなくていいですけど、マーク模試を受けますが、マークもし受けてもそんなに一喜一憂しない、まあ、一喜一憂しないということは別にその結果っていうのはそんなに、必要じゃないんで、別にまあ模試はたくさん受ける必要はないかなと思うんですけど、まあね、やっぱり結局は模試の A 判定か B 判定とかそんな問題よりも過去問の最低点が取れてるかっていう、ことがやっぱり一番ではあるんですけども、まあ、その中でもし受け取った方がいいんじゃないかって思うんだったら、その年2回カンカン同率模試がありますから、それを受けておくのが一番いいと思います。なるほど、はい、わかりました。本日の動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。マナビズムの LINE アット公式アカウントができました。 LINE では YouTube では上げられないような今年度のカンカン同率の頭書きの情報などたくさん配信しておりますので、ぜひぜひお友達登録よろしくお願いします。登録方法は@manavism で検索、 MANAVISM です。ちなみに@から検索しないと出てこないので注意するようにしてください。カンカン同率専門塾マナビズムの期間限定の講習のお知らせはこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォンの方は右上の i のボタン、もしくは動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから飛ぶようにお願いします。どうしてもマナビズムに通えない、
そういう子は我々マナビズムの講師陣が出向しているカンカン同立専門在宅予備校カンヨミよりお問い合わせお願いします。スマートフォンの方はこちらも右上の愛のボタン、下の動画説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから飛ぶようにお願いいたします。パソコンの方はこちらのチャンネル登録ボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は下のチャンネル登録のボタンを押してチャンネル登録するようにお願いいたします。